が痛いとですね、家帰ったらまたちょっとこうなっちゃうかもしれませんけども、ちょっとお話し終わってから消炎鎮痛剤とちょっと痛みを和らげても、あの赤い光をちょっと足に当てます。それでお家でしてほしいことはですね、ラテちゃんの健康チェック表、観察をしてほしいんですよね。体重をお家で測れます？測りが欲しいですね。使ってるのかちょっとわからないんですけど、あの、ね、台所で使う測りがあるじゃないですか、台所で使う測り、それとなんかお皿か箱か段ボールでもいいけど、それでゼロにしといて、で、あの子入れて測れば測れると思います。これは必需品で、うさぎさん買うのも、もしなかったらホームセンターで買ってください。すみません、私が飼い主じゃなくて娘なんですよ。あ、そうなの。私は田代じゃないんです、実は。あ、そうなの。ごめんなさい、今日ちょっと特別預かってて。ああ、そうですか、はい、じゃあそういう意味で家にあの子あるかなと思って。あ、そういうことね、はい、じゃあまあとにかくちょっと、はいはい、なかなかあれですけど、はい、伝えておいてください、はい、で、それでですね、食欲ね、痛いと食欲落ちちゃうかもしれないんで、シモシーとそれからペレットを何グラム食べてるかをちょっと観察してほしいです。で、ここでじゃあ何グラムやったらいいかって話をちょっとしておきたいんで、ここに書いておきます。食事ね、で一番大事なご飯はチモシーなんですね。で、チモシーっていうのはイネ科なんですけども、で、これには組成維が 35% ぐらい入ってますね。かなり主食です、チモシー。でもこれが大事なんですね。で、もう一個ね、アルファルファできたことあります。これもアメ科なんですけど、どっちも干し草です。どっちも干し草なんですけど、でもこれは繊維が少ない。で、あとタンパク質、タンパク質はアルファルファは多いけどチモシーは少ないです。あとカルシウムはやっぱチムシー少なくてアルファルファで、こっちをやってほしいよ、うん、アルファルファは選んでほしいです。チムシー、あの干し草としてはこっちの方が高い、うん、安い方の干し草、チムシーをやってください、うん、で、じゃあ脳だけやった方がいいかというと、体重の 2% 以上、うん、で、この子の体重が1249、まあだからざっくり1300g と考えて、1300の 2% 以上ってことは、1日 26g 以上は食べてほしい。で、じゃあなんでチモシーが大事なのかっていう理由が3つほどありまして、まず歯のことですね。さっきご存知だったけど、不正口腔ね、ウサギさん来てた、ちょっと苦労しました。これになるとね、大変なんです。治んないんですよ、不正口腔。切ってみました。そうで、不正口腔になったら噛み合わせが悪くなるんですけど、それよりももっと問題は、それさらに歯の根っこがね、感染を起こしていくんですよ。歯根膜炎、歯の根っこは炎症を起こしてきます。歯根膜炎で、さらにひどくなるとそこは産んできちゃうわけね、同様になっちゃう。でもこのままって治せないんですよね、なかなか。で、チモシをたくさん食べることによって、前歯でカットして奥歯でモグモグするから、不正口腔のかなりの予防になります。2番目、毛球症、ウサギさんで綺麗にしてるじゃないですか、ね、で、自分で手作りして食べちゃってますから、あのかなり繊維の多いものを食べると、食べだけが流れてきます。からあと、あっちゃいけないんだけど、異物誤飲、家の中でもし仮に部屋んぽって言って離しちゃうと、何でもかじって食べちゃいますね、ウサギさん。ペットシーツなんかも食べる子は食べちゃうんですけど、そういうの食べちゃったりすると、やっぱり胃腸の機能が落ちてお腹痛くなってね。で、少々のものだったら、チモシーたくさん食べてれば流れてきます。でも限界超えて食べちゃえば、それはやっぱり調子悪くなります。3番目、盲腸粉。ウサギさんって2種類のウンチするんですよね、はい、ちょっとウサギさんのさ、ご飯のパンフレット出しといて、はい、ブドウの、そうそう、ブドウの柔らかいやつ、ね、そうですそうです、はい、食べる。そうすると硬い、あの乾燥した硬いやつね、はい、で、ウサギさんって体に比較すると盲腸がものすごく大きいわけなんですよね。すごい巨大なんです。その巨大の中、盲腸の中には腸内フローラーっていって、いろんな細菌がいます。いわゆるウサギにとっていい細菌ね、善玉菌が。で、細菌も生き物だから死にます。死んじゃったら盲腸粉として出てくるわけです。そうするとウサギさんって分かってるから、普通のうんちの時は食べないけど、盲腸粉の時は体丸めて食べます、はい、食べると。だいたい出る
あの盲腸粉が出る時間帯も決まってて夜中から明け方に出ますね。でそれがだからもし残ってるようだったらそれはウサギさんなんか問題がありなんですよね、はい、でこの盲腸粉を食べることによってそれがあのタンパク源ウサギさんにとってね。ウサギさんって粗食じゃないですか。だけどあんなふわっとした毛になるのは量子のタンパク質を取ってるから、この量子のタンパク質ってのは巨大盲腸の中の細菌を食べることから、それからあとビタミン源にもなる。この3つのことのためにチモシはめっちゃ大事だ、ね、だからちゃんとそのめっちゃ大事なチモシを体重の 2% 以上ね食べてるかどうかを見てほしい。だから2番目ペレット、このペレットもですねラビットプラスダイエットなんです。でこういうフードにはさ成分表示が大抵してありますよ。で例えばこれこのフードだったら保証成分の組成ちっちゃいのが書いてありますけど19から25で書いてありますけど、この組成が 20% 以上入ってるやつを使ってるんですよ。でそして 20% 以上入ってるペレットをですね好きなだけやらないで体重の 2% にしてほしい。ってことは1300の 2% だから26ですよね。26これは26で止めてほしい、26、はい、こちらは以上、はい、で3番その他のもの、その他のものは何かね、キムチ、乾燥野菜でね、乾燥野菜と乾燥果物はねやらん方がいいです。はい、乾燥野菜と乾燥果物は繊維がめっちゃ少なくて、なんだっけ、繊維が少なくて炭水化物がやけに多い。そう、そういうのを食べると盲腸の腸内細菌数が崩れるんで、やらない方がいいかな。でやるんだったら本物の野菜、本物のフルーツ、ね、なしでもいいです。ゼロなしでもいい、全然ゼロから 1% 体重のだから、ある日はやればいいし、なかったらゼロでいいし、やっても 1% から 13g までにしてください。これはあんまりやりすぎちゃうとこっちを食べなくなるところがあるんでね。でまあ、野菜はアクの強いのネギとかニラとかはダメだけど、葉っぱ類とかね、キュウリとか人参とかそういうのはいいし、果物もあんまり甘くなければいいです。だから巨峰とかさ、メロンとかはやめといてもらって、ごくメロン、あのバナナとかリンゴとかね、そういうのはいいですね。これが理想の食事で、じゃあ、まあ理想の 食事バランスはいいんだけど、まず現状であの子伊達ちゃんが何グラムねチモシーとかペレットを食べてるかをちょっと測ってほしいんですね。で夜から朝まで、で今からは 朝から夜までで、ね、それからあと元気はいい時100だと、今ちょっと痛がってしょんぼりしてるじゃないですか。でまあ仮に今を60としたらどうなっていくか、それからうんち、まあ帰ってから夜までで何個出るか、でまあ夜から朝までどんだけで24時間に何個出るかを見てください。個数結構ありますよね。結構あります。で、結構出るんですよね。うん、あれをね数えていくと元気のが400個ぐらい出ますよ。数えが。はい、400個ぐらいで1日ね。で、まあ大体最低200は出ないか。で、反対に言うと200以下だったら元気でもう具合が悪いです。あとおしっこも、まあ、何回してるかなってもし分かればね、記録。で、体重とあと気がついたこと。だから右の前足のかばってると。右前肢をかばうと、これが家帰ってから回るかどうか見てください。それからあとこの子はここに環境、ラテちゃんがいるところの温度湿度、これちょっとエアコンの設定温度じゃなくて実際の温度湿度をちょっと朝昼晩、要は温度差が知りたいんで、この子のいるところちょっと測ってください。だからまあこういうちょっとちっちゃい温度計をラテちゃんの近くに置いておいて、何度何パーセントっていうのをちょっと記録すると、これが結構大事なんですよね。で足が痛くてご飯食べなくなる子もいます。だから足が痛くても平気で食べる子もいます。でこの子の足の状態はですね、どこか分かりませんけど、右前肢、右の前足、骨は大丈夫だったんで、骨の周り、軟部組織、軟部組織を痛めている、軟部組織炎があると思います。人間にしても捻挫みたいな感じ。まあそうですね、そんな感じです。はい、はい、だからこれでもさ、食欲落ちてったらどん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 、うん、からまたこれからもっと腫れてくるかもしれないし、うんうんうん、
そうするとどこか特定できるかもしれませんけども、だからこれで食べなくなるか食べるかによって治療法も変わってくるわけなんですよね。はい、じゃあ続いてで今からその子終わったら治療する。もうちょいだよね。あ、もうちょっとですね。はい、これ話したよね。あとウサギさんのね、しつけ。すぐ終わりますから、これもちょっと話させてください。